今キスされた。さあ始まりました少量チャンネル、翔太です。りょうです。今回はですね、ただーん、横井のスパゲッティとソースです。これは何ですか？ですね、前回ですね、ライブ配信した時にですね、名古屋飯翔太くん何が好きですかってなんかコメントがあって、その時に、あんかけスパゲッティが食べたいですっていう風に言って、そしたら送ってくれました。ねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。食べたことない。うん、で今日はですね、米を使いまして、あんかけスパゲッティを、作っていきたいと思いま す。今回は名古屋の名物ということで、しょうちゃんが作ってくれま す。それではキッチンへレッツゴ ゴー。では、今回の材料を紹介します。まずスパゲッティ、横井のソース、ウインナー、ハム、玉ねぎ、ピーマン、マッシュルーム、サラダ油でーす。さあ、というわけでキッチンにやってまいりました。はい、はい、まずですね、パスタ用にお湯茹でてあるんですけど、その間に材料を切ろうと思います。はい、玉ねぎを切っていきます。玉ねぎすごい、料理人っぽい。これあれだよね、スライスだよね、うん、そう、スライス。はい、はい、続いては、続いてハムを、細切りしていきます。はーい、はい、切れました。切れました。続いて、ウインナーを4本使います。はーい、これを、細切り、斜め切りって書いてあったよね。斜めの薄切りか。うん、次、はい、ピーマンを、細切りにします。おーい、ナポリタンだとね、なんか結構輪切りが多い気がするんだけど、うん、そうだね、名古屋のあんかけパスタは細切りなの？細切りって書いてるね。そういうこと？そう、そういうこと。まあ好みでいいのかな。そうだね、うんうん。すごい職人さんって感じ、切り方が。全然ですよ、全然。俺この大きい包丁使い切れないな、使ったことないもんな、怖いもんな。よっ、できた、できました。はい、で次はマッシュルーム。マッシュルーム、これを4つ細切りにします。はーい、今キスされた。流せねえじゃん、そんなん言ったら。大丈夫だよ。すごいな、使い方かっこいい。はい、というわけでマッシュルームも、はい、はい、
切れました。もう全部入れちゃっていいんだね。そうだね、最初に入れちゃいましょう、うん、で、その間にですね、うん、はい、そしたら麺を茹でていきます。茹で時間はですね、だいたい表記されてる時間のマイナス2分くらいが目安で茹でてもらうといいと思います。その後ね、炒めるもんね、一緒にね、うん、なので茹でていきます。はい、はい、そしたらですね、麺を茹でてる間にさっき、カットした野菜たちを炒めていきます。はい、めっちゃ具だくさんになるね。具だくさんで美味しそう。うん。今から美味しいもの食べさせてやるから、イエーイ。かっこいい。しょうちゃんがさ、うん、あー、こういう感じで料理してるの動画でするのあんまないよね。ないかもね。うん。なんか、この頭とかさ、屋台のおじさんみたいな。確かに。こんな感じかな、しなしなに。うん。うん、美味しそう。具だくさんがやっぱ美味しいよ。うん。いい感じ。いい感じ。いい感じに炒まってきたね。ね、うん、じゃあこんな感じで、はい、そろそろ止めようと思います。ほい、はい、これを一旦ね、はい、火止めて、止めてお皿に移しておきます。しておきます。おーい、美味しそう、いい感じ。入りきるかな。うん、あ、いけるよ、いけるよ。で、次、ソースをこれは、お湯を張った鍋でちょっと温めときます。おーい、どんな感じなんだろう、楽しみー。さあ、いい、で、麺をちょっと熱いんで、ウィス。はい、そしたら、お湯を切った麺を、うん、炒めようと思います。おーい、サラダ油でいいんだよね。うん、あんかけをもうかけちゃったんですけど、こんな感じになります。で、この上にですね、具材を入れていこうと思います。美味しそう。美味しそうだね。これはなんか思いっきり絡ませて食べるのが美味しいんじゃないかな。あ、そうなんだ、うん、具沢山。具沢山だね。めっちゃ美味しそう。そうだね。で、なんか、大体、お店では、あんかけパスタの上に、うん、例えば、味噌カツ乗せてたりとか、ハンバーグ乗せてたりとか。あ、そうなんだ。そう。なんか、そのパスタが、ご飯みたいな感覚。へぇー。で、とりあえず、こんな感じにしようかな。はーい、完成しました。完成しました。めっちゃ美味しそう。じゃあ食べよう。はーい、さあ、完成しました。美味しそう。美味しそう。いやー、見て見て、ちょっとあんかけがそうだね、こっちがいった。うんね、美味しそうに。美味しそうでした。本当に人生で初めて食べるあんかけ。スパゲッティ？あんかけスパゲッティ、うん。そしたらじゃあ、乾杯しましょうか。うん。はい、乾杯。うん。美味しい。じゃあ食べていこう。食べよう。はい、いただきまーす。いただきまーす。いや、この具沢山なところがいいよね。うん。ちょっと混ぜて。うん。あ、よく混ぜた方がいいの？うん。
この具材とかはね、本当に自分の好きなやつ入れていいよね。そうだね、何でも、うん、家で作るなら。いただきまーす。大丈夫、うん、え、あんしてくれるの？うん、うん、いいかな。言ったじゃーん、今行きます。どう？うん、懐かしい。うん、こんな感じ。こんな感じっていう感想ある？じゃあ俺、初めての、うん、いただきまーす。どうぞ。うん、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 美味しい。よかった。うん、うん、またナポリタンとは違って、うん、ちょっと和風の味付けだよね。うん、うん、いや、麺が太いから吸えない、ずる。でも結構もちもちして美味しいかもしれない。うん、うん、うん、ほんと美味しい。うん、うん、美味しい。野菜がさ、すごいシャキシャキしてて。うん。うん。やっぱ玉ねぎとピーマンいいね。いいね。しかもさ、結構さ、100g ずつくらいなのにさ、うん、ボリュームあってさ、ある、うん、お腹いっぱいになりそうになる。なるなるなる。うん。はい、というわけで、今日はですね、名古屋名物、名物、あんかけスパゲッティを作ってみました。いやー、美味しい。美味しい。うん。初めて食べたけど。うん。何？レトルトじゃなくても、これは多分、普通に作ることも可能ではあるので。うん、そうなんだ。うん。ソースとか？ソースとかだ。うん。ぜひ、真似してみてください。はーい。はい。というわけで、今回はここまでにします。はい。気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。ツイッター、インスタもお願いします。ではまたー。